どうも、阪神情報局です。今日もタイガーソン最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが10月8日の土曜日なんですけれども、さあ、ついに今日から始まっていきます。矢野政権最後の戦い、短期決戦、クライマックスシリーズファーストステージですね。で、本来こちらの動画に関しては、昨日の夜アップ予定だったんですが、昨日更新できず申し訳ございません。で、こちらは本日の朝に撮影しておりますが、より最新情報を照らし合わせていきながら、31人の選手、一体どんなメンバーが登録されそうなのか、そしてどんなスタメンというのが考えられそうなのか、 今後考えられる可能性について深掘りをしていきながらお話していきたいなと思います。では早速お話をしていきますが、さあ、ついに今日から始まっていきますね。レギュラーシーズン最終戦を終えて、もう約1週間ほどね、まあ、時間があったわけなんですが、本当にあっという間にこの10月の8日を迎えました。もう矢野政権最後の戦い、短期決戦、まずはファーストステージが始まっていくわけなんですが、矢野監督はこのクライマックシリーズ、まあ、短期決戦に進んだということについて、この時間をみんなが作ってくれた。俺は楽しみたいなと思ってる。それが日本シリーズまで続くと信じて、そこに絶対行くんだという思いでまた戦えるようにしてくれたと。 こういういいコメントを出していますもう本当に今シーズンのタイガースのスタートに関してはこういう A クラスに入るというビジョンすら見えないスタートでしたからねですがそこからみんなで這い上がってきて借金3というのは抱えていますがなんとか手にしたこのクライマックスシリーズファーストステージの切符もう今のタイガースには失うものは何もありませんからね本当にタイガースらしく全員でぶつかってなんとか勝利を手にしてほしいなというところなんですが今回の動画でご紹介していきたいのはこのクライマックスシリーズで登録される31人の選手の予想またファイナルステージまで進んでいくと先発ピッチャーの兼ね合いでいろいろとメンバーが変わっ ていく可能性というのもありますが今回はファーストステージの直前予想ということでいろいろ先発ピッチャーの兼ね合いであったり最新情報を照らし合わせていきながら一体どういう31人の選手が登録されそうなのかそしてファーストステージでぶつかるベイスターズに関しては左ピッチャーがたくさん来る可能性というのがありますからそういった流れもあって登録される選手というのも変わってきそうですしスタメン予想ですよね、まあ、左なのか右なのかこれによってメンバーはガラリと変わってくると思いますが最新情報を照らし合わせて一体どういうメンバーが組まれそうなのかこういった点について深掘り解説していきます といいうのもお聞かせくださいでは、まず31人の登録予想というところについて見ていきますが、この登録抹消問題に関しては、もうシーズンの最終盤、まあレギュラーシーズンから継続なんですよね。ですので、昨日の動画でもご紹介しましたが、10月の4日に抹消された小林投手に関しては、コロナ離脱ではありませんからね。まあ、ですので、最低10日間開かないと、また登録できないと、そういう流れというのは継続です。で、そういう流れがある中で、まずピッチャーですよね。ピッチャー、どういうメンバーがこのファーストステージ登録されるのかというところなんですが、まずはもう現状登録される12人そのままでいくんじゃないかなと。 という予想です。まず、この12人ですね。岩崎投手西純也投手岩更投手藤浪投手伊藤将司投手佐伯投手浜地投手ケラー投手島本投手、青木投手梶谷投手岩佐投手この12人です。ままず、このファーストステージに関しては藤浪投手であったりだとかま、それこそ矢野監督のコメントを見てると西純也投手であったりね。こういう本来、先発ピッチャーが中継ぎに入るとそういう流れが考えられるんですね。ですので、そういった兼ね合いもあって、小林投手が抹消されていたりだとか。ま現状西行き投手が登録されていませんが、まこの西行投手に関してはファイ。 ステージまで行けばね。また新たに登録されるという流れが濃厚なのかなと。ピッチャー12人というこの流れ、母数だけを見るともう少しピッチャーいてもいいのかなという感じもしますが、まあ、ロングで行けるピッチャーというのが複数いますからね。まあ、この参戦ということを考えると、これでも十分ね。戦っていけるんじゃないかなということで、ピッチャーの予想というのはこのまま12人です。では、続いてキャッチャーの登録予想を見ていきたいなと思うんですが、まあ、キャッチャーに関してもおそらくこの3選手でそのまま行くでしょうね。梅の選手、坂本選手、酒井田選手、この3名です。まあこの短期決戦でもシーズン同様、梅の選手、坂本選手、この2人が。 本日第1戦に関しては青柳投手の先発というのが発表されていますから、まあ、気さくもあるのかなというね報道もありましたけれどもここは王道で青柳投手の先発というのが発表されましたでその流れもあって坂本選手のスタメンマスクというのも濃厚でもここからは短期決戦ですからそれこそ序盤にチャンスが来たりすると思い切ってキャッチャーのところに代打を送ったり、まあ、ピッチャーに早めに代打を送ったりそういう流れというのもある、まあ、ですので坂本選手、梅野選手この2人がそれぞれの試合でフルでマスクをかぶるというよりは、まあ、どこかで変わってもう本当に全員で、ねまあ、乗り越えていくとそういう流れというの 考えられますで現状、第3星というポジションに坂井田選手が入っていますが、まあ、これも長坂選手のコロナ離脱があって、この坂井田選手にとってはチャンスが来たと、まあ、そういう流れにもなります、で実際、この坂井田選手に関しては、レギュラーシーズン最後の試合で、まあ、プロ初打席でタイムリーヒット打ってますから、まあ、いい流れでね、この第3星というポジションに入れてると思うんですよ、もちろんなかなかキャッチャーを使い切るという流れは考えられませんが、本当に何があるか分かりませんから、延長に入るという流れも十分にありますからね、そうなった場合、どの選手にもチャンスがあるんじゃないかなということで、これからのキャッチャー運用というのも注目です。では続 続いて内野手の登録予想を見ていきたいなと思うんですが、ここに関してはおそらく現在登録されている選手に加え、いろんな可能性というのがありますね、僕自身の予想とすれば、12人の選手、大山選手、熊谷選手、佐藤選手、北条選手、丸田選手、糸原選手、小畑選手、中野選手、洋川選手、高寺選手、原口選手、ロドリゲス選手、この12人です。はいということで内野手に関してはおそらくこの2人の追加というのが考えられますね。まず1人目が北北条条選選手手こののに関しては先日練習から軍 というのが濃厚ですです北条選手の起用法というところ期待感というところに対して矢野監督はコメントで、ね、ジョーがね2019年6点差を逆転して勝ったとかいいことはありやけど、まあ、今年でいうとベイスターズに関しては相性が良くない球場になったけど嫌な印象というのはない今年のことを引きずってクライマックスをやることもないし新しいドラマというかいい勝ち上がり方ができればいいなと思うけどねとこういうコメントも出していますそうなんですよね矢野監督のコメントにもある通りこの北条選手3年前のヒーローなんですよ、まあ、実際この北条選手は2ヶ月ぶりに1軍復帰という流れになりましたがこの北条選手に対して は、存在自体が流れを変えるムードがある。男と、まあ、こういう風にコメントしてます。まあ、ですので、こういった矢野監督の期待のコメントというのを見てると、まさに切り札とそういう考えもできますよね。で、北条選手自身は勝てばムードが良くなるんで、勝てるような役割を果たしたい。試合に出たら結果を残すだけだと思います。と、こういうコメントも出しているんです。いや、この北条選手に関しては、また最後スタメン予想というところでもご紹介できればなと思っていますが、まあ、特にこのファーストステージに関しては左ピッチャーが来る可能性というのが非常に高いんでね。まあ、そうなってくると、この北条選手のスタメン起用。そして大事なところで。 で回ってくるるととと、まあ、そういううういい可能性というのも十分にあると思うんですよ左ピッチャー攻略という観点で見ていくとまたね、こう頼もしい存在が加わってくれたんじゃないかなということで、まあ、十分1軍昇格即すためもしくは大事なところで使われるとそういう可能性非常に高いと思いますんでこの北条選手の活躍というのはかなり注目で内野手でいうともう一人新たに登録されそうなのがロドリゲス選手ですよねでこのロドリゲス選手に関しては先日も動画化しましたが基本的には CS 構想外でそのまま帰国という流れになるんじゃないかそういう報道というのがありましたまあ、ですのでこのロドリゲス選手が北条 選手とととと一緒に一軍合流しししてるるいう報道を見ると、まあ、ちょっとびっびくりしましたね、まあ、背番号91番がみんなと一緒に汗を流していたと、まあ、この背景というのはいろんな流れというのが考えられると思うんですよというのももともと1軍で登録されていた助っ人選手に関してはケラー投手マルテ選手ロハス選手この3人だったんですで本来は首脳陣とすればピッチャーの枠で、まあ、それこそ中継ぎという枠でね、まあ、ガンケル投手であったりウィルカーソン投手この2人の登録というのも十分睨んでいたと思うんですがこの2人の状態がなかなか上がらない、まあ、ウィルカーソン投手は帰国という流れもありましたしガンケル投手の状態というのもなかなか上がらない なか上がってこない状況でそういう流れというのを考えていくとスケットワークというのもあまりがありますからねでこのロドリゲス選手に関しては2軍でしっかり結果を出していますから、まあ、矢野監督の中でこのロドリゲス選手の起用法に関してはふみの状態がいいから一塁のスタメンは難しいけど流れを変えることをしてくれたらとこういうコメントも出してますんで、まあ、スタメンでバリバリというよりは、まあ、どこかでチャンスがあればここぞで一発というところでこのロドリゲス選手の代打起用というのも考えられるのかなと CS 構想外という報道から一点またこういうチャンスというのが巡ってきたわけですからこのクライマックシリーズファーストステージにスケット 全員集合、まあ、競争化とといいいう形になななりますがががそれぞれれぞのの選手が一体どんな活躍見見せててくれるのかこここも注目しながら見ていきたいところですでは、ラスト、外野手の登録予想なんですけれども、ここもおそらく1名、追加で4選手ですね。近本選手、ロハス選手、エゴス選手、島田選手、この4名です。ですので、このファーストステージが始まる前の時点での予想にはなりますが、結構野手の1軍登録が多くなりそうな気がするんですよ。で、そうなってくると、まあ、エゴス選手をね、ご紹介しましたが、このエゴス選手に関しては、昨日の動画でもご紹介した通り、上田選手のコロナ離脱というのがありますから、足があって、内外山 守れる選手、まあそのワンピースというのが欠けてしまったのは痛いところなんですが、矢野監督もこのエゴス選手について、エゴスはもちろん足と守備っていうところで甲斐もいなくて外野のそういうところになればスペシャリストなんで、まあそういうところで呼んだとこういうコメントも出しています。ここぞの足という観点で見ていくと、このエゴス選手に関してはぜひとも一軍に通しい選手ですから、まあ、ですので新たな追加選手でいうと内野なら北条選手、ロドリゲス選手で外野でエゴス選手、この合計31人で戦うんじゃないかなというのが僕の予想です。まああと外野手という観点で見ていくと、もしかしたら糸井選手の登録もあるんじゃないかと、まあそういう予想というのもありましたが。 糸井選手は今後さらに進んでいって、日本シリーズでね。40人登録することができますから。まあ本当に糸井選手に最高の花道を作るためにも、このまずはファーストステージ勝ち抜いていかなければいけませんから、こういった選手たちでどうやりくりしていくのか、この点は大きな注目ポイントです。はいで、最後になりますが、この31人が登録されるという前提にはなります。けれども、一体どういうスタメンが組まれるのか、ここですよね。とにかくベイスターズに関しては左ピッチャーが出てくる可能性が高い。今シーズンタイガースは左ピッチャーに苦しめられている中で、いろんな前情報というのもありました。まるで選手が実際に練習試合。 守ったりそれこそヨーカー選手のスタメン起用というのが示唆されていたりいろんな可能性というのがある中で僕自身左ピッチャーが来た場合これが面白いんじゃないかなというのがこのメンバーですね1番ショート中野選手で2番にセカンドで糸原選手小和北条選手3番センター近本選手4番レフト大山選手5番ファースト原口選手6番ライト佐藤選手7番サードマルテ選手8番キャッチャー坂本選手9番ピッチャー青木投手このメンバーですまあ実際この流れで一番気になるポイントというのはやはりマルテ選手のサード起用だと思うんですよ は青木投手で、すからねでこの、青木投手に対して、ベイスターズというチームは、左バッターずらっと並べて、まあ、セーフティーバントを小技を仕掛けたり、いろいろと内野陣が嫌がる攻撃というのもしてくるんで、そうなった場合、このマルテ選手と青木投手のね、サードとピッチャーでの連携というのは、ほとんどまあこれまで経験がないわけですから、それこそもし、北条選手をスタメンで抜擢するのであれば、北条選手がサードに入って、糸原選手がセカンドとか、これは逆になる可能性というのもあるかもしれませんが、マルテ選手は途中から、ここぞというところで打ってもらうと、まあ、そういう起用法というのもあるかもしれません。やっぱりもう右バッターが鍵になってくると思いますね。 まあ、北条選手は頭から行くのか、それとも控えから行くのかとか、いろいろ考えられる要素があると思うんですが、ここに関してはぜひとも皆さんそれぞれご意見というのはあると思いますんで、よかったらぜひとも皆さんの予想というのもね、お聞かせいただけると嬉しいです。はい、ということで今回の動画では、クライマックスシリーズファーストステージ直前時点での、まあ、31人の登録予想、そして一体どういうスタメンが考えられるのか、こういった点についてお話をさせていただきました。さあ、ついに最後の戦い、短期決戦始まっていきますね。もうタイガースからすれば何度もお話をさせていただいている通り、失うものというのは何もありません。今年はまさにチャレンジャーですから、 そういった意味でどんどん這い上がっていかなければいけないタイガース非常に強敵ですけれどもいい左ピッチャー乗り越えてその先にある未来をつかみたい一体そういう流れでどんなメンバーが組まれていきそうなのかここも注目して見ていきましょう皆さんは今日から始まるベイスターズの戦い一体どういう選手が登録されてどんなスタメンが考えられると思いますでしょうかよかったらぜひとも皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいですということで以上今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいですこの動画が面白かったためになったと思っていただけた方はよかったらチャンネル登録グッドボタン押していただけると嬉しいです皆さんのおかげでこの阪神情報局 チャンネル登録者34,400人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者3 5,000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、ドラフー、ありがとうございました。さあ、泣いても笑っても最後の戦いが始まっていきます。一体どんなドラマが待っているのか、今日からも引き続き注目してみていきましょう。ではまた。